ギャル運動としてこのブームが広く浸透してきました。ところが海でも試合ばっかりでですね、基本ができてない、息もシュッシュシュッシュ吐くだけで気合が出ない、声が出ない、ミットもパンパン打って組み手も上手なんです。この交流試合をしてきたことによって全国大会の百列会館の子どもたちが何人も入賞した。それは非常にいいことなんですけれども、空手の基本がおろそかになっているのが事実です。ミットを続ける、これはフォロースルーで引きのスピードがなくなってくる。息をシュッシュシュッシュ吐いてミットを叩くもんだから気合と声が出ない。そして基本はおろそかになっていくんですね。これを各道場でしっかりとやらないとダメです。いくらミットを蹴るのが上手くても組み手が強くても、これだけが空手ではないです、ね、空手をすることによって自分自身に寄り所を持つ、自分自身に自信を持つ、自己を確立することが一つの目的であります、ね、ですから今日は百連だけの交流試合ですから、アップの代わりに少し基本稽古を行いたいと思います。はい、クリンチ。はい、広く中央まで広がってください。かかとを揃えて足を開く、指先を開いて右手の上に左手を乗せて親指を軽く握り合っておへそにあてがう。これも結集構えという一つの構えです。道場で、支部長先生の話を聞いたり技を出るときは腕組みをしたりしないで血腫の状態で話を聞きます。逆、はい、面に中段構え、道場では正面の基本立ちと言っております。左足から肩幅に開きます。はい、正面の基本立ち、おいで正拳の上段突き、左の拳の上に右の拳を乗せます。右肩から引きます。よい、拳の高さは目の高さです。顎を打ってフォローするが目の高さにいきます、ね、はい、しっかり腰を落として内もも締めて、はい、正拳の上段突き、最後の号令で気合ですよ、はい、はい、次気合入れてで気合です、はい、10本打ちます、いけるか、目の玉がキョロキョロしないように拳の先をしっかり見ます。はい、ここで大事なことはいいですか、打つ時に脇が空いてはダメです。しっかり縦剣になるように肘と脇を締めます。それからねじって剣を伸ばしていくわけですよ。最初からひねらない、ね、締めて縦剣で打ってフォロースルーをひねるわけです。いいですね、はい、正拳の中段突き、はい、よい、左足から右足に寄せます。はい、結集、超速、
はい、超速とは深呼吸のこと。次の動作に入るまで深く深呼吸をする。ただし息は全部吐かないで3割は残しておく。ね、これが超速です。はい、正面の基本立ち、はい、はい、はい、右足から中段前蹴り、はい、これも反対の足を中央に寄せながら胴着をするように蹴ってするように戻す。まっすぐ蹴るんですよ。はい、構えたまま超速。はい、最後です。右足から上段の回し蹴り、1、2、3、4。はい、10本スピードつけて、はい、蹴る、右膝から座ります。はい、アンダー、右足の上に左足を乗せてハンダーで組みます。ではヘッシュの位置です。はい、今希望やって一つ気になったのは正拳突きをついてますね。例えば、はい、上段の正拳突きをついてます。はい、引き手はしっかり肘から引いてますね。ここで一つ気になったことは、次のパンチを突きを打つときにですね、次の突きを打つときにこの拳を引いてから打つんではないです。いいですね、もう一度やりますよ。突く威力とスピードに合わせてこちらの剣を引かないと、こちらの剣を引きながら打たないと。はい、それを悪い基本は引いてからのこの剣が出ますからね、見といてくださいよ。これはダメですよ、ね、突く威力と同じようにいいですか。はい、はい、それともう一つ五福拳を含めてマナーの問題。これは今日白蓮会館の大会だからこういう福拳はおられないと思いますが、負けた我が子を叩く、これはもう絶対やめてください。子供の競技は1分半ですけれども、1分半延長1分を置いて、ここでやったらどんだけしんどいね。勝っても負けても負けた選手は反省をしっかりして次に臨む。ご夫婦は負けても勝っても褒めてあげてください、ね、それと応援なんですが、ここに腹心が四隅にいます。腹心の頭越しに応援をしないでください。ほら、腹心が非常にやりづらい。これと記録席がここにあります。記録の後ろからやいやいやいや応援するもんでもありません、ね、応援は赤のコーナー、白のコーナーから適切な指示の応援をしてください。相手がなことを言わない。相手今言わんとんのとかね、相手のことを言わないで自分の方の選手の、技術的な応援をしっかり行っていただきたいと思います。それと今日出場される子どもたちは、自分がリングの試合場に上がるときには必ず礼です。お
中央に行きます、ね、正面に礼、まずお互いに礼ですね。で、今日は時間の都合上正面の礼は省きます。いいですか。そして試合が1分半終わりました。試合が終わったら必ずコートを出るときに礼を忘れないように。わかりましたか。空手をやる前にちゃんとした礼儀を身につけるように。はい、それでは、ただいまから試合が始まりますが、精一杯日頃稽古してくる、力を発揮して頑張っていただきたいと思います。で、またご父兄の皆さんも選手たちが一生懸命やります。